はい、今日はですね、ちょっと高速道路を走ってサービスエリアグルメを買いに行ってみようかなと思います。で、ここはですね、まもなく東北道の仙台南インターチェンジがあるところなんですけれども、まあ仙台南から乗って、すぐパーキングエリアがあるので、まあそこでちょっと泊まってどんなものあるのか見に行ってみようと思います。まあ、ここ出てすぐですね、仙台南インターチェンジです。まあ、よく高速使うとき、ちょっとここのミニストップによって買い物してから行くってことが結構多いですね。高速乗る前はなんか大体寄っちゃうような場所なんですけど、もうすぐ入り口ですね、仙台南東北自動車道です。まあ、僕の動画で東北自動車道乗るの久々ですね。いつもあの仙台東部道路とか動画撮るときはそっちの高速道路の方が多いんですけど、東北道本当久しぶりですね、動画では。いつもだいたいここですね。この先合流があります、ご注意ください。だいたいあの仙台東部道路からずっと東部道路南部道路と来てここに合流する感じなんですけど、まあ、今日向かってるその菅生パーキングエリアは基本的にあまり寄らないので、近いから今上りなんですけれども、高速道制限速度は80キロです。上りの菅生パーキングエリアは特にあまり寄ったことないですね。乗ってすぐの場所だからやっぱり近いから寄らないんですよね。いつも通過しちゃってるんですけど、なのでまあ正直どういうお店入ってるのかっていうのはもう分かんないんで、今日はちょっと行ってみますね。まあ、この辺はね、東北道の中でもかなり事故の多い区間ですね。泉から村田とか白石とかの方にかけては本当に事故が多いところで、まあ見ての通り本当にカーブがずっと続いてるところなんで、結構事故ありますよね、ここはね。
にもうすぐパーキングエリアですね。まあ、下りの方は結構寄ることあるんですけど、本当に上りが寄らないんで。この先 320.4 キロポスト付近、高速道ループコイルです。カメラは左側です。右方向1キロメートル先、高速道パーキングエリアです。自車速度は80キロ以下です。通過します。これがカメラか。ちゃんとついてるんですかね、カメラってね。作動してるんですかね。まあ、あっという間に到着です。スゴーパーキングエリア、これサービスエリアと変わらないんですけどね。なんでパーキングエリアっていうの。大きさとかなんですかね、よくわかんないんですよね。ちょっとどんな感じなのか見てきます。スゴーパーキングエリアの中に来てみました。フードコートがあって、お土産コーナーも充実してますね。森のパン工房という名前のパン屋さんが入ってました。仙台の名物、ずんだとか牛タンとかですね、使ったパンが売られてますね。まあ、牛タンのメンチカツとかカレーパンとか結構珍しいかなと思うので、まあ、ちょっと今回はここで何か買ってみようと思います。はい、ということでちょっとですね、すぐパーキングエリア上りの方ですね、行ってみたんですが、まあ普通にフードコートとかがあって、で、まあ、お土産とかが売ってたり、まあ一般的な、まあ、サービスエリアかなと思うんですけれども、まあちょっと宮城の名物みたいなものがないかなということで探してきたんですが、パン屋さんがね入ってるんですね。焼きたてパンの店、森のパン工房というパン屋さんなんですけれども、そこにあったちょっとパンを2種類ぐらい買ってみました。まず仙台といえば牛タンということで、牛タンが中に入ってるカレーパンですね。名前がザ・タンカリーという名前で、まあ、カレーパンといったら、まあ、普通は、まあ、カレー用の牛肉使うところかと思うんですが、まあ、牛タンが入ってるってことで、まあ、どんな感じなのかちょっと食べてみます。うん、まあ味はいつものカレーパンっていう感じなんですけど、牛タンって感じはあんまりしないですね。ちょっとこう肉のかけらみたいなのが入ってますけど、そんなこうゴロゴロした感じの肉っていう感じではなくて、まあ細かく切られた牛タンって感じですかね。まあでもカレーパンの味はすごい美味しくて、結構辛いです。なかなかピリ辛ですね。ではでは続いてこちらですね。まあこちらも宮城といったらずんだということで、ずんだコロネですね。まあこれはもう見た瞬間ずんだっていう、一目でわかりますけども、正直味はね想像ついてるんですけど、まあ一応食べてみますね。あ、このずんだ美味しいわ。あのこの前紹介したずんだ餅のお店ですね、餅どころ遠藤のずんだにちょっとだけ似てるかもしれないです。あまり甘すぎなくて、
こう豆の粒々が残ってて、これ美味しいですね。まあ、ずんだとコロネの組み合わせってあんま見たことないかなって思ったんですけど、まあ、普通はチョコとかクリームとかだと思いますけど、こちらはずんだがたっぷり入ってます。まあ、今日は森のパン工房というパン屋さんの仙台の名物、ちょっと2種類入ったパン買ってみましたけれども、まあお土産とか、あとフードコートもすごい充実してますね。あのいろんなメニューあって、まあ、ここでお昼済ますのはすごいいいんじゃないかなと思います。まあ高速道路魅力的なサービスエリアたくさんありますけど、まあまた機会があればね、いろんなところちょっと行ってみようかなと思います。でまあこの逆側、下りのスゴパーキングエリア、そちらもですね結構新しくて、綺麗なところなので、まあ今度機会があればそちらも撮影してみようかなと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。